頑張って。これから鶴坂観音電源機をお送りいたしますので、というのも張り切ってくれると思いますので、ぜひご覧になってください。そして帰りは芝桜を見てください。はい。Thank you.
山里に大地という名とあり、笑いきゃはんの
が袖ぬらす。さあ、来やしゃうし、こちも人を。夫は妻を慕いつつ、頃は六月中の頃、夏とはいえど硬い中、小田地の糸を涼しい。織田の早苗もせいせいと合わずの泣く声ここかしこ聞くも涙の目音ずり、よろよろたどるつぼさた山、おかみだにめさしかかると、沢市がもったるつげをパッタと話し、座り込む。ああ、いた、あいた。ほほほほ、沢井さん。ああ、どこがいとうござんす。心を確かに持たしゃんせ。これ、里でござんす。こちの人。背中撫でられ顔を上げ、いやあ、一日も早うこの目を開けていただきたいばっかりに、歩み慣れぬ山道を急いで登ってきたせいか、こうした腹から身どもちにきつく差し込んでなりませんのじゃ。おお、それはえらいことでござんすわい。大方山抜けに打たれて体が冷えたんでござんしょ。きつくなってはいけませんゆえ、いっそ山、お山を降りましょうか。何を言いやるんじゃ、この差し込みが元でな、ああ、お山で命を救うとなってもな、このご利益で肩があるだけでも直していただけるまでは、ああ、いや、ここ、ちょっとも下りません。観音様へのお仕事、三日の断食じゃ。それはまことでござんすかい。いやあ、そなたのような正直者に、いや、偽りを言うたら、罰が当たる。ああ、そうじゃ。これからな、ひとっぱしり家に戻って仏壇の引き出しの真ん中に入れてあるな、わしの相譲りを取ってきてはくれるか。ああ、そんならひと走り急いで行ってくるほどにな。この岩に腰をかけてくれ。必ずな、動いてくださんすね。この山は松や柏も生い茂り、それはそれは険しい山道、今ゴーゴーと水の流れる音がする、あれは狼谷の川の音でござんす。谷の深さは十畳余り、足滑らして落ちたなら岩に頭を打ちつけて、それこそ命がないわいの。夢にも
動いてはなりませんぞ。いやーそなたにでも生きてもらわねば一寸先へも動けぬ子の男何の動いてよいものか早く言ってくだされ。連れそう女房に何の気兼ねがあるものか。それなら言って参じますと、お里は裾を引き上げて、動いてはなりませんと餌は一旦と念を入れ声をかけ、おぶがごとくに消えて気をつけて戻ってくださる。さあ堪忍してくださりおさと。このわしゃ尺でも何でもない、尺じゃと言うて戻さねば、そなたは家に帰りはすまい、偽りを言うてすまんけれど、そなたを戻したそのあとにこのわしは狼谷に身を投げて命を捨てる心じゃ。わしのようなものがいつまでも長らげていては世間の人から器量し良しと褒めてもらえるそなたが後ろ指を刺されてこの世を送らねばならぬ。それが不憫ゆえに死にてゆくのじゃ。つぼさかでなじまつかせたもも大事大事の観音様治りもしない顔料をどうぞお直しくだされと女房の里が無理なおがんをかけました。いやあなたは霊剣新たに増しますとも一旦潰れたこの目は再び飽きはいたしますまい。逃れませぬは仏法で申す因縁とやら、この目は一代あかぬと諦めてあなたのもとへ参ります。後に残って親兄弟や夫に先立たれ許せないお里が心優しい方へ嫁入りして嬉しい月日が遅れますようにお守りなされてくださりませ。南無阿弥陀仏。南無阿弥陀仏と念じ終わって立ち上がり纏う羽織を手探りながら袖畳岩の上後掛け笑いの紐ごとき杖を通して岩に立てかけ手枕打って流れゆく水ごと頼りに谷の口小玉に響く観音業身を踊らせて
たにそこい。それはさておき両者の里すり立つさえ心せくせくとって返した気もそぞろ狼谷まで登ってきたが夫の姿が見えずにびっくり。ほぼ沢井さんとしたことが私の戻りを待ちかねて尺が直ってご拝礼所へ行かしゃんしたが汚れもされては一大事と夫を思う真実心つま先上がりで壺坂山をポケツマロビツマロビツポケツこれへ配慮を探せども夫の姿像をさらにな し, しこれはしまったなんとしよう。胸の動機は高まるばかり厳す返してほうさとでござんす沢井さん気がでもしてたわれててはござんせぬか。私の呼ぶ声聞こえたら返事してたべ旦那殿。髪は乱れてざんばら髪金髪逆立ちまなじりきりりとつり上がり両眼きばしりパタ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 ほうさわいったへのこちの人と火の根につまずきぱったり倒れ痛さをこらえて女の一年また起き上がってやらやらやらここで別れていつの世に愛を物と合わせて食べ大事大事の感動様ああもし沢井さんこちの人を沢井さんへのと心を声を限りに呼び立つれど答えるものぞさらになく片屋を見れば沢市が家を出るとき的をてきたる神子の羽織杖に通した通りの花を岩に置いたわお里は鳩心づきうらみますぞえさはいっちゃん尺でもないのに嘘も言ってきて死ぬなら死ぬとなぜおっしゃってはくださんせぬお目が見えぬに一人で死んでは二段の浄土に行く前に誰を頼りに行かしゃんす
重ね騒いだ佐渡が手引きをいたしますと他人の背のしぶきの中にぞ家に出る観音様は揺るぎいで高きその声は光に騒いき受けたまわれよ汝前哨のごごめせず赴くとなり今日に迫る命なれぞ妻の手下節日頃の信心不読の寿命を与えるべし全財全財殿たまえばあら不思議や霧の晴れたるごとくにて夢に夢見る心地して淡い地淡い地と観音様は呼ばわりて合唱をしたるその手の内女房さとも正気を戻しおお、こっちの人の目が開いた。よくよくご無事でござんしたの。顔を合わせて沢市は、ああ、一体あなたはどなた様で。おお、佐渡でござんす。沢市さん。お里か初めて見たる女房の姿喜びをぞぞりなりおすぐすぐおれげまいりにまいりましょう昇る朝日やつぼさかの観音様のご霊言今の世までも残りける誠にめでたき今日は日曜日で、芝桜も大変調子よく咲いてるそうです。はい。
嘘は言えません。政治家じゃないんで。はい、それで秩父のですね、今頃は時間的に道路大変混んでますから、十分気をつけてお帰りください。また来年皆さんとさらに若々しくお会いできることを願いまして御礼申し上げます。天道はるばるありがとうございました。本日もありがとうございました。お客様もありがとうございました。はい、では以上で終わりにいたします。忘れ物ないように、それから急に立つとね、膝がガクガクしちゃうからゆっくり立ってください。あと忘れ物ないようによろしくお願いします。